カリビアンシリーズ、またはセリエ・デル・カリベは、ラテンアメリカの国際野球大会である。各国、地域の国内ウィンターリーグを勝ち上がったチームが、毎年2月に集い、ラテンアメリカ王座をかけて争う。メジャーリーグベースボールの優勝決定戦ワールドシリーズになぞらえて、カリビアン・ワールドシリーズあるいはセリエ・ムンリアル・デル・カリベとも呼ばれる。 カリビアンシリーズは1949年2月に、キューバ、パナマ、プエルトリコ、ベネズエラの4カ国、地域が参加して初開催された。この4カ国が集う背景には2つの出来事があった。1つは、メキシコの下季リーグによるメジャーリーグベースボールからの選手引き抜き、もう1つは、ジャッキー・ロビンソンの MLB 入りである。アメリカ合衆国では1901年の、 アメリカンリーグ発足により、先行のナショナルリーグと合わせて、現在の MLB を構成する2リーグが揃った。両リーグは球界における支配的地位を利用し、選手との契約に保留条項を盛り込んで給料を抑制した。安い給料は、選手と賭博士との融着を生み、1919年には、ワールドシリーズでのヤオ朝事件、いわゆるブラックソックス事件発生という事態を招いた。 この八王朝に関与したとされ、球界を追放されたジョージャクソンは、年俸が6000ドルを超えたことがなかったとされる。また、この両リーグや、資金力で劣る、全米各地のマイナーリーグはいずれも、白人選手だけで構成され、アフリカ系アメリカ人など有色人種の選手に文戸を、閉ざしていた。有色人種の選手たちは、独自にニグロリーグを立ち上げたが、こちらは、経済的には、 MLB 以上に厳しいものだった。1932年にサチェル・ページがピッツバーグ・クロフォーズ入団の際に提示された月給は700ドルで、これはニグロリーグでは破格の条件だった。こうした状況下、白人選手も有色人種の選手もさらなる収入を、さらに有色人種の選手は白人選手と同じ舞台でプレーする機会も求めて、 カリブ海沿岸各地のウィンターリーグに参加するようになった。モンテアービンはウィンターリーグの給料は良かったよ。ニグロリーグでは月に200ドルももらえないのに、キューバだと月に1500ドルはもらえたと話している。ハッピーチャンドラーは MLB コミッショナーを1945年11月から1951年7月まで務めた。 彼がメキシカンリーグへ移籍した選手に処分を課し、その一方で有色人種選手の MLB 入りを認めたことがカリビアンシリーズ設立の原因となったメキシカンリーグは首都メキシコシティ周辺の地方リーグとして1925年に創設され、1940年にホルヘパスケルの球団買収による参入をきっかけに全国規模のリーグへと成長。 1946年にパスケルがリーグ会長に就任すると MLB の選手を引き抜き始めた。MLB 及びマイナーリーグ統括団体の全米プロ野球リーグ協会からなるオーガナイズド、ベースボールはタンパリングをゴハットとしていたが、その枠外にいたメキシカンリーグにはオーガナイズド側の規則に従う理由がなかった。メキシカンリーグは例えばセントルイスカージナルスで 年俸13,500ドルだったスタンミュージアルに対し契約金5万ドルプラス5年総額12万5,000ドルのオファーを出したとされる。MLB コミッショナーのハッピー・チャンドラーは対抗措置としてメキシカンリーグ遺跡選手に5年の追放処分を課すと警告した。結局、ミュージアルやジョーディ・マジオのようなスター選手は MLB に残留したが、サルマグリーやミッキー,オーウェン。 ダニー・ガーデラといった選手たちがメキシコでのプレーを選択した。この野球戦争と呼ばれた選手争奪戦はメキシコ側の設備の貧弱さや審判員の不公正な判定が選手に不評でさらに十分な観客を集められず収益を得られなかったことからオーガナイズド側の勝利に終わった。しかし勇気追放処分は覆らずガーデラのように 連邦地方裁判所へ訴えを起こす選手も出てきた。MLB にとって1946年は第二次世界大戦終結後初の開幕戦を迎えるシーズンだった。ミュージアルやディマジオラが従軍による1シーズン以上の欠場と言っても彼らはヨーロッパやアジアの戦地には送られず、アメリカ合衆国本土やハワイ準州などで兵士向けの走行野球をしていたが、 から復帰する都市であり、ガーデラがメキシカンリーグを新天地に選んだのも、ジョニー・マイズの福音による出場機会喪失の恐れが背景にあった。この対戦で、有色人種のアメリカ人が白人と共に、アメリカ軍の兵士として戦ったことで、人種間の融和を求める声が、有色人種だけでなく、白人からも上がるようになった。1945年9月には、 ヨーロッパ作戦戦域の兵士による野球大会の優勝決定シリーズがドイツのニュルンベルクとフランスのランスで行われ特にニュルンベルクでは5万人近い兵士が観戦に訪れる中で白人と黒人の混成チームがプレーしたのみならず優勝チームの祝勝会でも白人と黒人が隔離されず同じ席で食事をとったまた同年チャンドラーはコミッショナーに就任すると 黒人青年が沖縄やガダルカナルで立派にやれたのなら野球界でも立派にやれるだろうと述べた。この流れを受け、ブルックリンド・ドジャースはロビンソンとジョン・ライトの2選手と契約1946年に参加マイナーリーグでプレーさせた後、残ったロビンソンを翌1947年にメジャーへ昇格させてデビューさせた。これを気にた球団も、 球団によって程度に差があるとはいえ、有色人種選手の採用に動き始めた。勇気追放処分を受けた選手の中には、メキシカンリーグ終了後に各地のウィンターリーグへ出場する者も,もいた。例えば、メキシコ行きを選んだ選手の中に、当主のマックス・ラニアーがいる。彼は、キューバのリーガ・クバーナ・デ・ベースボールに、アラクラーネス、デル・アルメンダーレスの一員として参加していた。こうした、 状況下で LCB はオーガナイズド陣営非加盟ながら処分への協力を要請された。LCB はここで協力しておかないと今後 MLB 入りするであろう有職人種選手の派遣を拒否される可能性があったためこの要請を受け入れ1947年7月にナップブルへ入会した。この動きにプエルトリコやパナマ、ベネズエラの核、 ウィンターリーグが追随した。この3カ国、地域各リーグは、同年12月のナップブル総会で、入会の意向を表明し、翌1948年4月にはキューバも交えて、ハリブ海、プロ野球連合を設立した。c b p c 初代コミッショナーには、キューバ人のラファエル・インクラーンが就任した。なお、メキシカンリーグ遺跡選手に対する有期追放処分は、 1949年6月に前倒しで解除された。これにより、処分対象選手は MLB やその参加のマイナーリーグは、もちろん CBPC 各国、地域のウィンターリーグにも出場することが可能になった。この解除のきっかけは、ガーデラが起こした訴訟である。MLB の保留条項は1922年に合衆国最高裁判所が MLB を、 反トラスト法の適用除外と認定したことで法的根拠を得ていた。しかし1949年2月、合衆国公訴裁判所がガーデラ側に有利な判断を下したことで MLB はその特権を失うリスクを負ったため和解のために処分解除に動いた。1941年10月、第4回アマチュアワールドシリーズでベネズエラ代表が初優勝を果たした。 同国の実業家、ヘスス・コラオはこれを機に、複数の優勝メンバーを自社従業員兼選手として、雇い入れ、翌年5月には、自らが所有していた野球チームを改組して、セルベセリア・カラカスを結成した。同国代表チームが1944年と1945年にも、アマチュアワールドシリーズを制して、野球人気が高まると、コラオは1946年10月、 外国からチームを招いて、セリエ・インテラ・アメリカーナという大会を開催した。この大会には、セルベセリア・カラカス、アメリカ合衆国のセミプロ・球団ブルックリン、ブッシュイックス、キューバ人選抜チームのオール・キューバンズ、メキシカン・リーグのモンテレイ・サルタンズの4チームが参加した。ベネズエラでは、前年のクーデターによって軍勢が崩壊しており、大会は、 憲法制定議会選挙とちょうど時期が重なっていたが、カラカスの球場は大会を通して常に満員だったという。このように好評を博したことで、大会は翌年以降もカラカスで継続して開催された。セリエインテラメリカーナの成功に触発されたのが、同じベネズエラ人実業家のパブロ・モラレス・ペレスとオスカル・プリエト・オルティーズである。二人は以前から球界に携わっており、 1942年10月には、強豪球団ナベガンテス、デル・マガジャネスとセルベセリア・カラカスの初対戦を、コラオとの協力により実現させた。またモラレスは、1946年から1947年にかけて、国際アマチュア野球連盟の会長を務めた経験を持つ。二人は、カリブ海沿岸各地のウィンターリーグ王者を集める大会の構想を練り上げた。 この構想は CBPC 設立前の1948年1月にアメリカ合衆国フロリダ州マイアミで開かれた会合において提案され、設立後の同年8月にキューバの首都ハバナで開かれた会合において採用されることが決まった。1948から49シーズン CBPC 加盟各国地域ウィンターリーグで 1> 第1回カリビアンシリーズ出場権を獲得したのは、以下の4球団だった。モンテ・アーヴィンは1949年、ニグロリーグのニューワーク・イーグルスから、MLB のニューヨーク・ジャイアンツへ移籍した。この年の MLB での年俸が5000ドルだったのに、対し、シーズン開幕前に出場した第1回、カリビアンシリーズ6試合の出場級は2000ドルに、上ったという。 この4球団が1949年2月20日、ハバナのグランエスタディオ・デルセロに集結し、大会が開幕した。開会式には、アメリカ合衆国からもオーガナイズド・ベースボールの重役が出席し、MLB コミッショナー事務局のウォルター・マルブリーが c b p c の旗を掲揚、ナップブル会長ジョージ・トラウトマンが始球式を務めた。初日の第一試合は、 インディオスでマヤグエスとスパーコーラコロナイツの対戦でインディオスの先発投手ウィルマー・フィールズが第1球を投じ大会初アンダはコロナイツの中堅シュレットとレッドウェイが初回表に記録したこの試合はラ・アンダ戦となり長引いたため第2試合の開始が遅れないように8イニングで打ち切られコロナイツが13から9で勝利した続く第二戦では セルベセリア・カラカスのダルミーロ・フィノルが4回裏に大会第1号の本塁打を放ったが、セルベセリアの得点はこの本塁打による1点に、とどまり、地元キューバのアラクラーネス、デル・アルメンダーレスが16から1の対象を収めた。大会は25日までの6日間、各球団が総当たり2回の計路試合を行い、アラクラーネスが全勝で初代王者となった。 当主のアガピトマヨールが3勝を挙げて、大会 MVP を受賞。打者では、モンテアービンが日本塁が、11打点の活躍を見せた。観客動員面では6日間すべて満員とはいかなかったものの、トラウトマンは今大会を成功と評価した。カリビアンシリーズは、翌1950年以降、プエルトリコの成長所在地サンフアンベネズエラの首都、 カラカスパナマの首都パナマシティキューバの首都ハバナと c b p c 加盟国地域の首都で持ち回り開催された。この持ち回りは1960年まで3週12年に渡り続いた。一方、セリエインテラメリカーナはカリビアンシリーズ開始後も2年間継続したが1950年の第5回大会を最後に終了した。セリエインテラメリカーナでは ブルックリン・ブッシュイックスが第1回から4連覇した後、第5回はセルベセリア・カラカスが優勝した。しかし、ベネズエラ勢はカリビアンシリーズでは12回の出場で一度も優勝できなかった。この12年間で優勝回数が最も多かったのはキューバ勢で7回、ついでプエルトリコ勢が4回、パナマ勢が1回だった。1950年大会では、 地元プエルトリコのクリオジョスでカグアスとパナマのカルタ、ビエハヤンキースが4勝2敗で並んだため、優勝決定戦の直接対決が急遽7日目に、組まれた。その結果、ヤンキースが9から3で勝利し、優勝を決めた。この時、敗れたクリオジョスで、選手兼任監督を務めていたのが、ルイス・オルモである。オルモは、プエルトリコのウィンターリーグ・リーガでベースボール。 プロフェッショナルでプエルトリコにおいて、九百四十二から四十三シーズンに二十三歳でカングレヘイロス・デ・サンテュルセの選手兼任監督となり、シーズン MVP を受賞。九百四十三年七月には、プエルトリコ出身者では、史上二人目の MLB デビューも果たした。しかし九百四十六年、ダニー・ガーデラらと同様に、メキシカンリーグ移籍を選択したため、 オーガナイズドベースボールから5年の追放処分を課された。1949年に処分が解除されると、同年10月のワールドシリーズに出場して本類打を放ち、終了後にはクリオジョスの選手権任監督として4期ぶりに l b p p r へも復帰した。もし1949年6月の前倒し、処分解除がなければ、 オルモはこのシリーズへの出場はできなかったことになる。翌1950から51シーズン、オルモ率いるクリオージョスは、カングレヘイロスに敗れて、l b p p r 連覇とカリビアンシリーズ出場を逃す。それでも、カリビアンシリーズ出場球団は、同リーグ他球団からの補強選手獲得が認められているため、オルモは、 カングレオヘイロスの一員として1951年大会に出場打率417.3本塁が9打点の活躍で優勝とともに大会 MVP を受賞した。オルモはカリビアンシリーズ出場を通算で4度経験した。そのうち1955年大会を制したカングレオヘイロスはプエルトリコの野球ファンや野球視野によって 史上最高のチームとされている。1954から55シーズンのカングレフェイロスでは、ウィリー・メイズとロベルト・クレメンテという、後にアメリカ野球伝道入りするガイアで二人が宇宙館を組んだ。メイズは1954年の MLB でニューヨークジャイアンツの聖虫堅手として活躍し、ナショナルリーグの MVP を受賞、9月下旬のワールドシリーズ初戦では、 ザキャッチと称される候補を披露した。当時ジャイアンツのコーチだったハーマン・フランクスがカングレオ・ヘイロスの監督を務めることや、ジャイアンツのオーナーとカングレオ・ヘイロスのオーナーが友人関係にあったことなどから、メイズはワールドシリーズ終了から2週間後にプエルトリコへ渡った。一方のクレメンテは1954年がマイナーリーグ1年目で、 ブルックリン・ドジャース参加トリプル A 級で過ごした後、ルールもドラフトで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。カングレ・ヘイロスでクレメンテは、フランクスやメーズ、オルモラから、膝が開かないソウルイホームや、早急時に、余計な一歩のステップを減らすことなど、技術面で指導を受けた。フランクスは、クレメンテは、LBPPR で、最高の選手だ。ただしメーズは覗いてね、と称賛した。 ロベルト・クレメンテは1953年のカリビアンシリーズの時もカングレオ・ヘイロスでサントルセに所属していたが当時は出場機会を得られず自前だった。その2年後は主力選手として活躍しカングレオ・ヘイロス優勝の原動力となったカングレオ・ヘイロスにはラテンアメリカの選手やニグロリーグの選手、黒人、白人を問わずアメリカ人メジャーリーガーなど 様々な出自の選手が混在していた。二遊間は白人は勝手選手のロンサム・フォードとドンジマーが組み、ニグロリーグ出身で30代のジョージ・クロウやボブ・サーマンらが打線に厚みを加えた。先発ローテーションでは、ニグロリーグ出身のサム・ジョーンズとビル・グリーソン、そしてプエルトリコ人のルーベン・ゴメスが三本柱を形成した。 カングレオヘイロスは LBPPR のレギュラーシーズンを首位で通過し、クリオジョストの優勝決定シリーズも4勝1敗で制覇。カリビアンシリーズの優勝予想でも本命視され、開催地ベネズエラのファンから大きな注目を集めた。カングレオヘイロスは初戦から2連勝の後、3日目に地元ベネズエラのナベガンテス、デルマガジャネスと対戦する。 この試合では両チームの先発投手、カングレヘイロスのジョーンズとナベガンテスのラモン・モンザントによる投げ合いが延長11回まで続き、最後はクレメンテの出塁からメイズが2点本塁打を放って、カングレヘイロスが勝利を収めた。4日目と5日目も勝ち、カングレヘイロスは全評判通りに優勝した。ここで特筆すべきは、この年のカングレヘイロスは、 他の年の優勝球団と異なり、補強選手を一人も入れず、自前の選手だけで優勝したことである。大会 MVP を受賞したジマーは、ウィンターリーグ史上最高のチームかもと述べ、フランクスは、後年、投手陣の層が、もう少し厚ければ、MLB でも優勝し得るチームだったと振り返っている。1955年大会終了時点では、全7大会中4大会で、 プエルトリコ勢が優勝していた。しかし、翌1956年大会からは、キューバ勢が5連覇で優勝回数を7回に伸ばし、プエルトリコ勢を一気に逆転した。国、地域単位では5連覇は歴代最長記録である。球団単位でもティグレスでマリアナオが史上初の連覇を1957年1958年に成し遂げた。 1957年大会のティグレスでは、ジム・バニングが、投手陣のエースを務め、野手では、ソリー・ドレイクやミニ・ミノ・ソラが活躍した。バニングは、大会終了後、MLB のシーズンでは3年目で初めて、マイナーリーグへ降格することなく1年を投げ抜き、45試合267.1イニングで20勝8敗、防御率2.69の好成績を残す。 当時の所属球団デトロイトタイガースはバニングの肩の疲労を考慮し1957から58シーズンのウィンターリーグ参加を見送らせた。ティグレスは新シーズンをバニング抜きで迎えたもののリーガ・クバーナでベースボール、さらにカリビアンシリーズでも連覇を果たした。カリビアンシリーズにおいては ミノーソが1957年、1958年と2年連続で大会ベストナインを受賞し、連覇の原動力となった。当時の LCB は、ティクレスのほか、カリビアンシリーズ初代王者アラクラーネス、デル・アルメンダーレス、そしてレオネス・デル・ハバナとエルファンテス・デ・シエン・フエゴスの4球団で構成されていた。1949年の第1回大会から1960年、 大会までの12年間で、この4球団はすべて優勝を経験している。リーグ加盟全球団が、カリビアンシリーズ優勝経験ありというのは、4カ国、地域の中でキューバだけだった。試合単位の通算成績でも、エレファンテスの11勝1敗、勝率、917を筆頭に全球団が勝率、600超を記録しており、 キューバ勢全体では51勝20敗1分、勝率718だった。LCB のレベルは一般的に MLB とマイナーリーグトリプル a 級の中間程度にあったと言われている。ただ、球場を取り巻く雰囲気はアメリカ合衆国とキューバで異なっていた。例えば、キューバの球場にはトバクシが大ピラに出入りしていた。また、 関係者による銃の持ち込みも行われていた。ペドロ・フォルメンタルは、相手投手から2度もビーンボールを投げつけられ、試合後に銃を持って、相手のところへ乗り込もうとしたが、チームメイトに止められて断念したことがある。他にも、アラクラ・アネス監督のドルフルケが中2日での投板を、渋る投手に銃を突きつけて、投板を承諾させたり、球審の判定に文句を言うトミーラソーダに対して、 急進が銃をちらつかせて黙らせたりといった銃に関する逸話が LCB には残されている。この LCB において1949から50シーズン前にエレファンテス共同オーナーの一人となっていたのがキューバの実業家ロビー・マドゥロである。彼には MLB 球団をキューバに設立するという野望があった。1954年マドゥロの 球団ハバナシュガー・キングスがマイナーリーグトリプル A 級インターナショナルリーグへ参入する。これは将来の MLB 球団設置がハバナに可能かどうかを占う資金石と見られていた。マデロはエレファンティスから手を引いてシュガー・キングスの活動に専念し、キューバのみならず、ラテンアメリカ各地の有望株にオフの LCB 出場を認めるという条件を提示して、 契約を結び、またすでに LCB で活躍していた選手の獲得にも、地の利を活かして、打球団より早く動いた。こうして、シュガー・キングスに入団した選手の一人が、マイク・クエイヤーだった。クエイヤーは1956から57シーズンに、LCB のアラクラーネスでリリーフを務めた後、シュガー・キングスと契約、1958年は、 シュガー・キングスで220イニングを消化し13勝12敗、防御率2.77という成績を残した後、アラクラーネスでは1959年のカリビアンシリーズ優勝を経験した。野球ユニフォーム姿のキューバ革命指導者、フィデル・カストロとカミロ・シエンフェゴスしかし1960年、シュガー・キングスは、ハバナから移転せざるを得なくなり、マドロの野望はついえる。そして、 カリビアンシリーズも1961年大会が中止され10年に及ぶ長期の活動停止に追い込まれた。その原因となったのはキューバで起こった政変だった。キューバではフルヘンシオ・バティスタが政治の実権を掌握し独裁政治を展開していた。バティスタ政権はアメリカ合衆国の傀儡政権とも化していた。当時のキューバを デイビッド・ハルバースタムは次のように描写している。50年代のキューバは醜悪かつ大敗的で、アメリカの富裕層の密かな遊び場となっていた。彼らは、心境と的価値観に縛られた母国の雰囲気から、抜け出し、合法的な賭博を楽しみ、あらゆる性的満足を金で買うことができた。ギャンブルと酒とセックスショーと売春の国。ハルバースタム。 ザ・フィフティーズと博を仕切っていたのは、マイア・ーランス・キーラアメリカのマフィアであり、セックスショー出演者を普段サトウキビ畑での低賃金労働に従事させていたのは、ユナイテッド・フルーツなどのアメリカ企業であり、バティスタの政治的後ろ盾となっていたのは合衆国、中級馬大ー R.E.T. スミスだった。弁護士、フィデル・カストロラはこの状況を打破すべく武装組織を結成して、 1953年7月26日に、オリエンテ州サンティアゴデクーバのモンカダ兵衛を襲撃し、反乱を開始する。襲撃失敗後カストロは、一旦メキシコへ逃れるが、チェゲバラと合流し、キューバへ帰国、1958年に攻勢をかけた。その結果、バティスタは1959年1月1日に、出国し政権は崩壊した。 トミー・イラ・ソーダは1958から59シーズンのリーガ・クバーナでベースボールに参加し、バティスタの国外逃亡を目撃している。他のアメリカ人選手やその家族らと年越しパーティーをしていたところ、夜中の3時30分頃に飛行機が3機飛んでいるのが見えて、こんな時間に誰だよと言ってたら、実はそれがバティスタたちを乗せた飛行機だったという、いわゆるキューバ革命である。 キューバ9回には、バティスタ支持者もいれば、反バティスタ派もいた。ペドロ・フォルメンタルは、バティスタが設立した、単一行動等の選挙運動に協力するほど、熱烈なバティスタ支持者だった。バティスタは1952年の大統領選挙に、立候補するが、三つどもえの選挙戦では、ロベルト・アグラモンテやカルロス・エビアと比べ、支持が伸び悩んでいた。そこで3月、 バティスタはクーデターを起こして強引に権力を奪取する。9回ではマーティン・ディーゴがこれに反発しキューバを出国した。1953年2月カリビアンシリーズの第5回大会がキューバのハバナで開催された。この大会にホルメンタルはキューバ代表レオネス・デル・ハバナの一員として出場して25打数14アンダーを記録し、ディーゴは ベネズエラ代表レオネス・デル・カラカスの監督として参加した。ディーゴはキューバ出国後にメキシコでゲバラと知り合い、後、カストロやゲバラらがプレジャーボーとグランマ号でメキシコからキューバへ乗り込む際には資金援助した。カストロらがバティスタ政権を打倒するとディーゴはキューバへ戻り、1971年に亡くなるまでキューバで暮らした。一方、 ホルメンタルは、バティスタ政権崩壊後に出国し、一時はスペインで生活した後、アメリカ合衆国オハイオ州で1992年に死去した。レオ・カルデナスは流れ玉を右肩に受けたものの、翌1960年には、シュガー・キングスの親野球男ンシナティレッツに引き上げられ、MLB 初出場を果たしている、カストロ一派の構成が激化した1958年、 ハバナ・シュガーキングスは安全確保の観点から本拠地移転を進められた。候補地にはアメリカ合衆国フロリダ州、キーウェストやドミニカ共和国の首都シューダートルヒーヨが挙げられたが、ボビー・マドゥロはキューバにとって野球は宗教みたいなもので政治は関係ないと拒否し、ハバナに止まった。カストロ一派が政権を奪取すると、マドゥロはシュガーキングス設立から5年経って、 初めて平和で安全な環境のもとに球団運営ができそうだと前向きな見通しを述べた。しかし1959年7月26日未明、ハバナの安全性に疑問符を投げかける事件が発生する。シュガー・キングスとロチェスター・レッド・ウィングスの試合中に複数のファンが銃を発砲し、流れ玉の一発がレッド・ウィングスのフランク・バーディが被っていたヘルメットを もう一発が、シュガーキングスのレオカルデナスの右肩を直撃した。もともとこの試合は、前日に始まり、延長戦に突入していた。午前0時を過ぎて7月26日になった途端、文化大兵衛襲撃6周年を祝すために、球場内外のファンが銃で祝砲を上げ始めた。この騒ぎは、一旦収まり試合が再開されたものの、12回、表終了時に、 再び複数の銃弾が発射され、これが二人に直撃した。二人とも命に別状はなかったものの、インターナショナルリーグはこの事件を受け、キューバ当局が公式に謝罪するまでハバナでの試合開催を中止した。カストロシン政権とアメリカ合衆国との関係もギクシャクしていった。アメリカ合衆国政府は、バティスタ政権崩壊から一週間後の1月7日には、 カストロ新政権を承認していた。カストロも新米のバティスタ政権を打倒したからといって当初から反米を標榜していたわけではない。1959年4月には訪米し連邦議会上院の外交委員会にてキューバ国内のアメリカ資産を接収しないと宣言している。中央情報局内部でもカストロに好意的な評価を与えるものが多くある担当官は この訪米時と翌5月にカストロと面会した後、彼のことをラテンアメリカの民主的で反独裁勢力の新しい精神的指導者と表現した。しかし11月には、カストロ政権は恩恵派に代わって共産主義者が多数を占める顔ぶれとなり、アメリカ合衆国と対立するソビエト連邦の通商代表団を艦隊するなど、左傾化が顕著になった。 12月には CIA がカストロのキューバからの除去を目指す方針を決めた。1960年3月4日、フランス戦績の蒸気貨物船ラクーブル号がハバナの港で弾薬の荷卸し中に爆発事故を起こすと、カストロは証拠がないにもかかわらずアメリカ合衆国の仕業と決めつけ、これがきっかけで両国関係の亀裂は決定的になった。 同月中旬、アメリカ合衆国大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーは、CIA の秘密工作計画に承認を与えた。両国関係が緊迫する中、インターナショナルリーグは1960年7月9日、シュガー・キングスをハバナから、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ジャージーシティへ移転させると発表した。国務長官、クリスティアン・アーチボルド・ハーターから9回に、 キューバから球団を撤退させるよう圧力がかかっていたという。マデロはこの決定は大きな過ちだ。野球がキューバとアメリカの人々を強く結びつけてきたのにと批判し、シュガー・キングスの一部キューバ人選手たちも抗議したが、決定は覆らなかった。シュガー・キングスの本拠地球上であり、第1回カリビアンシリーズ開催地でもあったグラン・エスタデオ・デル・セロでは8月6日に、 カストロがヤンキー帝国主義には残念なお知らせだとキューバ国内のアメリカ企業26社を国有化すると宣言した。アメリカ合衆国政府は食品と医薬品を除く物品の輸出禁止措置を1960年10月に発動し、1961年1月にはキューバとの国交を断絶、その後は数字にわたりたいキューバ経済制裁を強化していった。 夏のシュガーキングスがキューバを去った後、冬の LCB が11月15日から2月15日にかけて行われた。しかしこのシーズン、LCB にアメリカ人選手の姿はなかった。MLB コミッショナーのフォード・フリックがアメリカ人選手に対し LCB でプレイしないよう要請したためである。フリックはオーガナイズド・ベースボールの長として、さらに、 キューバ対策を講じる。1961年の第13回カリビアンシリーズは c b p c 加盟国地域の持ち回り順の通りであれば、ハバナ開催の予定だったが、フリックは選手の安全が保障されないとしてキューバの開催権及び出場権を剥奪した。この選手の安全が保障されないという理由は、1959年7月の シュガーキング不戦発砲事件の時に聞かれたのと同じものだった。1960から61シーズン終了後には LCB 内部からもアラクラーネス、デル・アルメンダーレスがフィデル・カストロが権力の座にいる限り LCB での活動を休止すると発表するなど反カストロの動きがあった。カストロは LCB の解散に踏み切り新たな国内トップリーグとして アマチュアのセリエナシオナルデベースボールを立ち上げた。CBPC は、定管で、どの国、地域であれプロでないリーグの加盟はできないとしており、カリビアンシリーズへのキューバ勢への出場が立たれた。フォードフリックは、ハッピーチャンドラーを引き継ぎ、MLB コミッショナーを1951年9月から1965年11月まで、務めた。彼がオーガナイズドベースボールの長として、 キューバからの撤退を進めたことでカリビアンシリーズは活動を休止したフリックがカリビアンシリーズのキューバ開催取りやめを発表した際に大体地とされたのがベネズエラの首都カラカスだった。1961年キューバを除く CBPC 加盟3カ国地域はカラカスで大会を開催した。しかしこれはカリビアンシリーズの第13回大会ではなく セリエ・インテラ・アメリカーナという別大会の扱いだった。1946年から1950年までの同盟大会では開催地も招待球団も固定されていたが、今回のセリエ・インテラ・アメリカーナではカリビアンシリーズと同様持ち回り開催地に CBPC 参加ウィンターリーグ優勝球団が集結する方式が取られた。この大会には後に四カ国目として、 ニカラグアが加わった。同国のリーがニカラグエンセでベースボールプロフェッショナルは1956年に下季リーグとして創設され、翌年にナップブルへ加盟し、ウィンターリーグへ移行していた。セリエインテラメリカーナにおいて、ニカラグア勢は、1963年大会でインディオス、デルボーエルが準優勝、自国の首都マナグアで開催された1964年大会では、 ティグレスデルシンコエストレージャスが優勝と一定の成績を残した。だがこの大会も長くは続かず、1965年大会を最後に打ち切られた。カリビアンシリーズは、プエルトリコのリーガでベースボールプロフェッショナルで、プエルトリコ会長ロドリゴテロス・ローラの尽力により、1961年大会中止から9年後の1970年に再開された。この時、 三カ国、地域として、従前のプエルトリコとベネズエラのほか、新たにドミニカ共和国が加わった。続いて、翌1971年大会からは、メキシコも名を連ねた。この四カ国、地域体制は、2013年大会までの43年間に、わたって継続した。ドミニカ共和国では1907年に、ティグレスデルリイが設立され、 この球団を中心に行われていた都市対抗試合が発展して1921年に最初のプロリーグが発足した。このリーグは時の独裁者ラファエル・トルヒーヨが人気取りに利用するほど活況を呈したがその際の放慢経営から1937年をもって活動を休止した。国内プロ野球が不在の間に国外で プロとして活動する選手もおり、1950年の第2回カリビアンシリーズには、プエルトリコ代表、クリオジョスでカグアスから、グイグイ、ルーカスとテテーロ・バルガスの2選手が、ドミニカ共和国出身者として、初めて出場している。翌1951年、プロ野球が、リーガでベースボールプロフェッショナルデラ・レプブリカ・ドミニカーナ、として再開された。ただし、 ドミニカ共和国のプロ野球は、プエルトリコやキューバなどの周辺多国、地域と異なり、下記リーグとして運営されていた。MLB は1947年の有色人種選手解禁以降、カリブ海沿岸地域を有望選手の供給源とみなすようになり、ドミニカ共和国の選手を MLB 入りさせるために、リダムと業務提携を締結。 1955から56シーズンからリダガムをウィンターリーグにさせた。メキシコからはリーガメヒカーナデルパシフィコ優勝チームへカリビアンシリーズ出場権が与えられる。LMP は下季リーグとは別組織である。LMP は1945年にリーガデラ、コスタデルパシフィコとして発足した。創設時の球団数は4で、球団本拠地は ソノラ州のエルモシイジョとグアイマス、シナロア州のクリアカント、マサトランにあった。メキシコへの野球伝来ルートの一つがこの辺りにあるとされ、グアイマスがメキシコ野球発祥の地を辞任するなど、この辺りは野球人気が高い地方である。その後、リーグ名はパシフィコという単語が外されて、リーがインベルナルでソノラやリーがインベルナル、ソノラシナロアなど、 襲名を入れた名称に変わった。1970から71シーズンより c b p c の要請に応じてリーグ名を LMP としたことでハリビアンシリーズへの参入を認められた。LMP の球団数は年々増加し、1970から71シーズンには発足時の倍の8にまで増えていたが、球団本拠地はいずれもそのラシュかシナロア州だった。マニーモタは ティグレス・デルリセ在籍中に、リダム優勝を5度、カリビアンシリーズ優勝を一度経験しており、この時を、我が野球人生の絶頂期と振り返るプエルトリコを除く参加国の初優勝は、ベネズエラ勢が1970年大会、ドミニカ共和国勢が1971年大会、そして、メキシコ勢が1976年大会である。 再開初年度の1970年大会は、ベネズエラの首都カラカスで開催され、開催国からは、ナベガンテス、デル・マガジャネスが出場した。ナベガンテスは前期までカラカスを本拠地都市とした後、1969から70シーズンからカラボボ州バレンシアへ移転していたため、今大会はカラカスへの外戦でもあった。5勝1敗で迎えた第7戦は、 逆転優勝の可能性を残すプエルトリコ代表、レオネス・デ・ポンセとの直接対決で、相手に3度もリードを許しながら、その都度追いついて、延長11回に、ガスギルのサヨナラダで優勝を決めた。一方、この大会で、初出場のドミニカ共和国代表ティグレス・デルリセーは、選手兼任監督マニーモタのもとで1勝7敗の、最下位に沈んだ。しかし翌年、 ティグレスは再びモタを選手権人監督に据えて、カリビアンシリーズに出場し、今度は6戦全勝で初優勝を果たした。1971年大会でモタは優勝監督となっただけでなく、中堅守としても19打数11安打の打率、579と活躍し、大会 MVP とベストナインを受賞した。メキシコ勢の初優勝は他国、地域から遅れた。 ナランヘイロスでエルモシー・イジョが優勝を決めたとき、開催地ドミニカ共和国産とドミンゴのエスタディオ芝、オワーク天候のため監修はまばらだったが、監督のベオハミンレースは、メキシコのレベルは他の大会出場国より劣っているのでは、などという疑いを少なくとも我々は払拭しつつある。今大会では、間違いなく我々の方が優れていたからだと胸を張った。 ティグレス・デルリセイのシリーズ初優勝時に球団代表を務めていたのがモンチン・ピチャルドである。彼はもともとは卓球選手で1947年国内選手権制覇などの実績が評価され、1988年にドミニカ共和国スポーツ殿堂入りしている。ティグレスへは1954年に入団し、1963から64シーズンから 球団代表として編成の責任を担った。ピチャルドの下でティグレスはリダムを十一度制し、カリビアンシリーズでは九百七十三年大会で二度目の優勝、さらに九百七十七年、九百八十年、九百八十五年、九百九十一年と優勝を積み重ねていった。こうした強さはピチャルドと MLB 球団の良好な関係によって、 支えられていた。特に、ロサンゼルスドジャース球団オーナーのピーター・オーマリー、GM のあるキャンパニスや、トミー・ラソーダらとは、特に親しくなり、この関係をもとに、ドジャースから、ティグレスへ優れた人材が発見された。ラソーダは1972から73シーズンから4期にわたって、ティグレスの監督を務め、1973年と1974年の、 カリビアンシリーズに出場している。1974年大会時、ティグレスには、モタや、ビルバックナー、スティーブ・ガービーや、チャーリー・ハフなど、ドジャースの選手が多く在籍していた。ピチャルドはドジャース以外にもドミニカ共和国を訪れた、MLB 球団幹部を艦隊し、セントルイス・カージナルスや、オークランド・アスレチックスとも関係を築いた。1999年頃から、 キューバ復帰の可能性が探られるようになる。特に2006年3月、第1回ワールドベースボールクラシックにおいて、キューバ代表が準優勝の好成績を収めると、監督のイヒニオ・ベレスが、シリーズへの招待も待っているよと発言するなど、再参加の可能性が大きくなっていった。2012年には、同国野球連盟の会長についていたベレスが、 厳しい国家財政のため大会開催費用の負担が必要な正式参加国にはなれないが、そうではない招待国としてなら、大会に参加しても良いと述べた。接触の末に2013年6月、翌2014年の大会からキューバが復帰することが決まった。大会は基本的に参加国のいずれかで開催されるが、例外もあり、 1990年と1991年の2大会は、ラテンアメリカからの移民が多いアメリカ、合衆国フロリダ州マイアミで開催された。また2008年大会は、プエルトリコのリーグが財政難のために活動を休止したことから、代わりに開催国のドミニカ共和国から2チームが参加している。ありがとうございます。